毎度おなじみ、離島からのトラックマン追い切り死んだ、G1 がちょっと一息つきましてですけどもね、重賞はまだまだありますということで、阪神のマーメイドステークスについてですね、高橋トラックマンと矢本トラックマンとお話ししていこうかなと思うんですが、どちらからいきましょうか。どちらからいきますか。じゃあ、まあ、阪神さんごと入れてますか。ますか。お願いします。はい、まず言うか、ちょびっとしかおらへんなんですけど、実は投手も少ないですしね。まあそうね。まあ、マキシマムド・マリですか。まあまあ、出だしからね、こうコーナー回ってくるまでも、残り1ハロまで、差し掛かるまで、こうリラックスして走れてましたし、まあそのリラックスして走れていた分、こう、促されると、軽く促されただけなんですけど、促されたらもうぐんとこう反応して、はい、だからラスト2ハロンのラップが12秒8、ほんでラスト1ハロンが11秒8と1秒速くなったんですけど、もともとね、こう手足が長い分こうスッとこうギアが上がらずにこうじわじわとこうスピードが乗っていくような感じのまではあったんですけど、そういうところ、そういうね、あのじりっぽさみたいなやつものが、まあ、払拭されるような感じの動きで、うん、もう反応えらいええやんと思って見てたんですけど、うん、まあ、体もねすっきりできてますし、まあ、むしろ前から見るとまだ細いぐらいでね、うん、まあ、こうスリムな体型なんで元々が、まあ、そういうところあるんですけど、まあ、全然太め感なく仕上がってるんでね、まあ、力は出せると思いますけど、久々ですけれどもね、うん、またアースライドですか。アースライドですね。うん、まあまあ、一ハロンからこう、折った割にはこう、なんていうんですかね、ぐんと来るっていう感じではなかったですけど、まあまあ、前足をこう、なんですか、遠くに伸ばして、うん、まあ、体全体を使って、走れてましたし、ものすごくタッチの軽い、走りではありましたから、うん、まあ、雰囲気としては悪くないんですけれどもね、まあまあもうちょっとこう、なんていうかな、インパクトがもう少しあればよかったんですけど、うん、まあ、ただ休み使われてる割にはこう雰囲気自体は悪くないんでね、だからまあそんなにこう休み明けの割引みたいな感じ、そういうのはまあ考えなくても良さそうな、うん、まあ、雰囲気ではありますけど、うん、どこですか、あとは。じゃあ、コースいきますか、はい、まあ、コースはね、まあ、やっぱり当選ビクトリーがすごくよく見えます、うん、はい、まあ、2ヶ月の、ね、休養明けなんですけども、もともと結構久々の方が、成績が良かったりするような馬で、もともと仕上がり早のようなところはあるんですけども、うん、今回もね、まあ、ハンド、コース、まあ、しっかりこう使い分けて入念に追い切られてますし、まあ、割とこうハンドでね、気合をつけたような、まあ、そういった傾向をしてるんですけども、まあ、コースではリズム重視でゆったり走らせてしまいを伸ばすような傾向をずっとしてきました。でね、ただまあ今週は馬なりなんですけども、まあ、81秒っていうね、すごく速い時計も出ましたし、うん、先週の時点で結構弾けっぷりが目立ってましたからね、うん、コンスタントにこう、11秒台をマークしてきて、うん、それでいてこう全力ではないというか、まだちょっとこう余力を残しながら、うん、今週はちょっと、ま、単走なんですけど、前に合わせ馬がいて、それちょっと気にしながらね、走るような仕草も見られましたが、ただまあそれでもね、これだけの切れ味を見せてくれているので、まあ、きっちり、仕上がっていると思います。うん、はい、それとまあそうですね、まああと充実ぶりが目立つのはローズウィスパーですね、うん、今年になってから馬体重が470キロ台に乗せてきた馬なんですけどね、うん、それがこう丸々身になってる感じ、うん、それはしっかりこう稽古の力強さというかね、動きにもよく出てて、まあ、今週も、まあ、結構びっしりやって、まあ、しまいね12秒1というふうにね、反応の方も良かったですし、まあ、ゆったりしたフォームの馬なので、まあ、やっぱり前走のようなワンターンの瞬発力勝負ではあんまり結果が出なかったんですけども、やっぱりこうちょっと消耗戦だったりね、しぶとさが生きるような流れだったらね、十分に重賞でもやれるレベルにはなってきてるのかなというふうに思います。
それともう一頭上げるとしたらプリメラースールが良くなってきた、うん、これは本当にあの丈夫な馬でとにかく結構ビシビシやれるのが強いなんですよ、うん、まあ、前回も結構ね6アロー79秒台という速い時計であったんですが、今回も同様にびっしりこう最後まで気合をつけてやる形だったんですよね、まあ、合わせるまで相手がねちょっと早々と1ハロー手前で脱落してしまったんで、まあ、そのあたりはねもうちょっとビシッと合わせられればよかったかなとは思いますけども、まあ、ぶっちぎりましたからね最後、うん、前走より粘りは出てきてるし、うん、なんていうかな、どちらかというとねやっぱり成績を振り返ると気温が高い季節の方がこの馬はちょっと成績がいいようなイメージがあるので、うん、ちょっと今回先手をねすんなり取れるようだったらうるさい馬かなというふうに思いましたね、うん、まあ、コースからはそんな感じです。あとは関東馬のビッシュ、ビッシュね、うん、ビッシュ、まあ、順調のようですけどもやっぱりその秋華賞で輸送でね長距離輸送で結果が出なかったので、この辺りがいかに慣れてるかですよ ね、 そうですね、うん、ちょっと前回の後半制材料にどうやって組み立ててくるか、この辺り注目してますけどどうでしょう。そうそう、何でしょう、はい、まあ、毎年のようにこれ荒れるレースなんで ね、 そうですね、今年もちょっとひょっとしたらというのがありますけど、まあ、あんまりね人気がしなさそうなところでも好調がいますんで、うん、その辺りで ね、 でね、あんまり本州予想担当したくないレースなんですよね。いやこれは大変ですね、毎年のようにはね、大波乱ですけど、まあ、はい、ちょっとこの辺りをヒントにしていただいて馬券買われてみてはいかがでしょうかということで、うん、はい、今回は締めさせていただこうかなと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。